7回の4得点につながる素晴らしいシュートになりましたね。そうですね、
自身も交流戦に入るからこれで5度目の複数安打打ち人、バッティング状態はいかがですか。そうですね、まあ昨日打とうと思って今日なんとか打ちたいなと思ったので全然良かったなと思います。さあ、それではここで安打からツイッターに寄せられたハッシュタグヒーロー質問、今日はマルティネス投手に寄せられていますのでちょっとお願いできますか。ファンの方からですね、先発の日、自分の中でのルーティンはいつかという質問が寄せられているんですが、いかがでしょうか。Yes, sometimes I put on a playlist of music, depending how I feel that day. I like listening to jazz music, or if I want to maybe some hip hop and R&B, depending how I feel. I usually like to eat lunch before I feel. その日の気分に合わせて自分の好きな音楽のプレイリストを作って、まあ、日によってジャズだったりヒップホップだったり自分の好きな音楽を聴いて試合に挑むことを心がけているのと、球場に来る前にお腹いっぱい昼ご飯を食べています。ちなみに今日の昼ご飯は何ですか。Today I had a ham sandwich。 今日はハムのサンドイッチを食べました。ありがとうございます。さあ、それでは最後にチームを代表して中島選手にお話を伺いたいんですけれども、これでタイガースに連勝して3カードぶりの勝ち越し、交流戦の成績も5割に戻しました。そして今日は首位ライオンズがメットライフドームで敗れる、首位とのゲーム差も2に決まっています。これからも戦いに向けて、チャンスでよろしくお願いします。